の先生に出会いましたけども、こんにちは、どうも、はい、今日は関田の生徒がふれあい祭りに普段リアル実習でお世話になっているので、各ブースで手伝いさせてもらってます。そうですか。あ、そうですか。で、今日は何人ぐらい来られてるんですか。朝から3段階全員足すと50名ぐらいは来ております。かなりの大人数で、で先生はもう朝からですか。はい、朝からずっと来てます。暑くてもう焼けてしまいました。あ、かなり線がくっきりと出ておりますけれども、はい、一つ大変ですけども頑張ってください。ありがとうございます。生徒と一緒にもう少し頑張ります。お疲れさんです。ありがとうございます。という状態で、9割で、3回どれぐらいの2回から準備